パロス島は、エーゲ海の中央に浮かぶギリシャの島。キクラデス諸島の一つで、ナクソス島の西、海峡を挟んで約8キロメートルのところにある。本土のピレウスからは、南東約1 0 0トルの位置にある。現在のパロス島は、ヨーロッパの旅行者にとって有名なホットスポットの一つである。パロスの自治体は、沖合の多くの無人島を含み、その広さは196.308。 経平方メートルにも及ぶ。最も近い自治体は南西にあるアンティパロス島である。パロス島は美しい白大理石のでも知られ、磁期やマーブルに世界中で使われるパリアンという言葉を生んだ。パロス島の地理座標は北緯37度後統計25度10である。島の面積は165平方キロメートル。北東から南東に向かって長さ21キロメートル。 1> 幅1 6トル島の輪郭はぽっちゃりしたような仕方である。一つしかない山から海沿いの平地に向かって全方位に均等に斜面が続いている。平地で最も広いのは北東側と南西側である。パロス島は大理石でできているが、2、3の場所から変魔岩、雲母変岩が見つかっている。西の方に小さい姉妹島、アンティパロス島がある。 二島の間の海峡は最も狭いところだと2キロメートルもない。カーフェリーがついた地中を往復している。さらに、パロス島の周囲には12の小島がある。パロス島には多くの浜辺がある。東海岸のドリオスの近くのクリス奥地、ポーオンダ、ローガーラス、ピソリボディ、ナウサワン、パリキア、アギアイリニ。パロス島とナクソス島との海峡には常に強い風が吹いていて、 ウィンドサーフィンには最適の環境である。パロス島にパラシアのパロスが一人で入植し、それからアルカディアの植民団を連れてきた話はギリシャの伝説の中に多くある語源研究の一つである。この島の古代の名前はプラティア、デメトリアス、ストロンギリ、ヒュリア、ハイレッサ、ミノア、キャバーニツであった。パロス島三大理石で作られたミロのビーナスパリ、 ルーブル美術館で伝統的なキュクラデス諸島のデザインの風車その後、この島にやってきた移民団は、アテナイからのイオニア人たちで、彼らは高度な繁栄を遂げていて、パロス島からさらにタソス島や第15期、または第18期オリンピアードに行われたタソス島の植民には、パロス島生まれの詩人、アルキロコスも参加したと言われている。 遅くとも、紀元前385年には、パロス人は、ファロスのイリュリア人の島に植民地を建設した。ペルシア戦争の直前、パロス島は、ナクソス島の属国であったようである。第一次ペルシア戦争が始まると、パロス島は、ペルシアの側につき、支援のためマラトンに三段回線を送った。その報復として、アテナイ艦隊は、パロス島を包囲し、 艦隊の指揮を取るミルティアデスは100タレントの罰金を要求した。しかし、町は必死に抵抗し、アテナイは26日間放置したものの、実力を発揮することなく、島を去ることを余儀なくされた。ミルティアデスは、島のデーメーテールテスモポロスの神殿で受けた傷が、元で後になくなった。秘分を頼りに、ロスは神殿の遺跡を特定した。 それはヘロドトスがほのめかしたように街の境界線の向こうの低い丘の上にあった。パロス島は第二次ペルシア戦争の時もギリシアではなくクセルクセス一世の味方をした。しかしアルテミシオンの海戦後のキトノスでパロス人文献隊は消極的で戦況を見守るだけだった。ペルシア側に着いたことで後に島民たちは アテナイ軍指揮官テミストクレスに罰せられ、重い罰金を要求された。アテナイ支配の海軍同盟でロシ同盟の下パロス島は全島を民で、高額の貢ぎ物をさせられた。テーベのオリュンピオドロスの見積もりでは、その額は年30タレントだという。このことは同時に、パロスが英華界の中では裕福な島だったということを意味している。 パロス島の憲法についてはほとんどわかっていないが、非文から、評議会主導のアテナイの民主制をモデルにしていた、ようである。紀元前410年、アテナイの将軍テラメネスは、加藤制がパロス島に敷かれているのを見て、それを廃し、民主制を復活させた。パロス島は、第二次アテナイ同盟にも加盟させられたが、紀元前357年に清ス島と共に、 アテナイトの関係を断ち切った。アジェルの碑文から、おそらく、パロストーム含むキクラデス諸島が、古代エジプトを統治する、ヘレニズム王朝プトレマイオス朝の支配を受けていた、ことが分かっている。それから、ローマ帝国の一部になり、続いてその後継国家で、ギリシア語が公用語の東ローマ帝国のものとなった。独立戦争のヒロインマントマベラジャネス1204年。 第4回十字軍病たちがコンスタンティノポリスを落とし、東ローマ帝国を打ち倒した。東ローマ帝国の皇族たちは、ニカヤ帝国を作って、十字軍の猛攻撃を生き延び、コンスタンティノポリスを奪回した。しかし、パロス島を含む多くの領土は、十字軍の力の前に永久に失ってしまった。パロス島は、十字軍の後継国家の名ばかりの進化として、ベネツヤ人の、 同時が支配する多数の英華界の島々から構成された霊園制国家、軍統王国に組み込まれた。しかし実際にはこの王国はベネツィア共和国の属国だった。1537年、パロス島はオスマン帝国に征服され、ギリシャ独立戦争までその支配を受け続けた。1832年、コンスタンティノープル条約で、 パロス島は新たに独立したギリシャ王国の一部となった。パロス島は6世紀ぶりに同じギリシャ人の統治を受けることになった。当時パロス島には国家主義運動の広いマントマベラジャネスが住んでいて、彼女は独立戦争の期間中、資金調達に戦闘に貢献した。イーカタンテプリーニー教会のそばにある彼女の家は現在歴史記念館になっている。 レフックス村の水し喰くの家々イーカタンテプリーニー。教会の十字型の荒いライ,ライバン北海岸にある、ナウサ村自治体所在地はパリキアで、島の北西海岸の湾にあり、古代パロス島の首都の遺跡がある。パリキア港は、エーゲ海諸島のフェリー、総動船の重要港で、アテネの港ピレウスや、クレタ島のイラクリオン、さらに、ナクソス島、イオス島、サントリーニ島、 ニコのス島といった島々に毎日船が出ている。この港の入り口は点在する岩礁群のせいで悪名高く危険である。最近ではカーフェリーエクスプレスサミナ号の難破事故が起きた。2000年9月26日夜のことで岩礁に乗り上げ嵐の中沈没したのである。その結果、80人の乗客が命を失った。パリキアの家々は平らな屋根。 水漆喰の壁、青塗りのドア、窓枠、シャッターという伝統的なキクラデス様式で建てられている。よく茂った鶴が日陰を作り、オレンジやザクロの庭に囲まれた家々は、街にまるで絵のような、見て楽しい景観を与えている。海沿いの岩の上には古代の神殿の遺跡だった大遺跡で建てられた中世の城が残っている。浅う木彫り、碑文、柱、等々に、 古代の痕跡に似た跡がある。南の岩棚の上にはアスクレーピオスを祀った聖域が残っている。その上、モダンな港のすぐそばに古代の墓地を見ることができる。この墓地は考古学とは関係ない発掘で見つかったものである。パリキアのメインスクエアは町の主要な教会イーカタンテプリーニーである。この古い観光名所はローマ帝国が国家宗教に キリスト教を採用した時より前のものであることはほぼ間違いない。ローマ皇帝コンスタンティヌス一世の母、コンスタンティノープルのヘレナがイスラエルの聖地を巡礼した時期に建てたものだと言われている。隣接した二つの礼拝堂があり、一つはかなり初期の様式である。他に十字型の荒いラ,ライバンのある洗礼堂もある。島の北側には安全で広々とした港を作るナウサワンがある。 古代にはここは鎖や防災で遮断されていた。もう一つの領港が南東側のドリオスにあり、オスマン帝国がこの島を支配している間、トルコ艦隊が年に一度の航海の闘病地に利用していた。ドラグーレス、バーマラ、ツイピードウスの三つの村は、島の東側の広々とした平野にある。古代の遺物も多く見つかり、おそらく古代遺跡のものであろう。それらの村はまとめて、 ケパロスの急斜面と高い丘にちなんで、ケパロスの村々と呼ばれている。その丘の頂上にアジョス・アントニオス修道院の廃墟がある。その周囲には、中世の後半、ベネツヤ共和国の貴族、ベニエリ家のものだった城がある。ベニエリ家は1537年、トルコ提督バルバロスハイレッティンから勇敢に城を守ったが、結局はトローに終わってしまった。白く半透明で、 荒い木目と美しい質感を持ったパロス島三大理石はかつて島の主要な富の源だった。この有名な大理石の採石場は古代にはマラーティさんと呼ばれた山の北側にあり、その少し下には元の生美が女子修道会がある。パロス島三大理石は紀元前6世紀から輸出され出し、プラクシテレスラギリシアの大彫刻家たちがこぞって使用した。大理石は 岩を水平もしくは下向きの角度で掘った地下の採石場から得られた。採石するのにランプの光が必要だったので大理石はリックナイツと名付けられた。ランプを意味するリックノスの派生語である。行動のいくつかは今でも残っている。その一つの入り口にはパーンと乳兵たちを祀った浅浮彫りがある。現代になって大理石が取れないか。 いくつかの試みがなされたが、少しの量も輸出することはできなかった。パリキアは小さな町だが、考古学博物館には、パロス島の遺跡から見つかった、たくさんの遺物のいくつかが収められている。とはいえ、価値のあるものは、アテネ国立考古学博物館にある。しかし、パロス博物館には、パロスの年代記の断片がある。これは古代ギリシアの注目すべき、年代記で、 最も古いもので、紀元前1581年から紀元前264年までの間の重要な事件が時の経過に従って大理石に刻まれたものである。ありがとうございます。